その店員さんにおすすめされて買ったボトムスがこちらなんですけど、ミニスカです。マーメイド、こうなんて言うんですか、キレッパじゃないんだけど、こうなんて言うんだろう、切りましたって感じの、ちょっと買っちゃいました。ハイウエストにもなるし、ポッケもついてるし、丈感も私の嫌いな太ももがちょうど隠れる長さだったので、ちょっと買っちゃいました。可愛いでしょ。4万は、そう、新幹線ではない、新幹線だ、新幹線の言い間違ったもん。だいぶ違うんだけど、こんばんは。今日はお昼からのね、お仕事だったんですけど、私の好きな声優さん梶裕貴さんがね、スペシャルで出とった。スペシャルやったんけどね、ゲストか。ここかツッコミどころ多めよ。うんキットとね、キットが新一に放っとって、そう、お腹がムカムカ、うん、うわ今日昼ご飯めっちゃ食べたけんね。そう、ずっと行きたかったところ行ってきた。そう、今チョコレートドーナツなの、チョコレートケーキドーナツ今日さ、うん、それこそ集合前に買ってさ、うん、買ったけどさ、うん、移動中も食べずに、うん、今ジヨーン、今日も食べる、これおすすめです、みんな。某ドーナツ屋さんの某ドーナツに出てて、とてもおすすめです。今日のシャツもめっちゃ可愛い、嬉しい、可愛いんですよ、嬉しい。なんかね、ライト、何これ、なんちゃらストーンみたいないっぱいついてるやつなんですけど、ショート丈でとっても可愛い。このね、デニムはね、私の大好きな先輩トロブユリさんとお揃いです。めっちゃ座ってたからもうシュワシュワなんですけど、このボトムスはね、先日あのトロブユリさんとね、お出かけ行った時にめっちゃ可愛いボトムス履いてて、それどこなんですかって言って教えてもらったボトムス、もうシワシワでちょっと今やばいんですけど、これトロブユリさんとおすすめ。その時にトロブユリさんがこれの色違いを買って、私はあのこのトロブユリさんが持ってる色を買いました。お揃いです。そう、もう夏だからね、ちょっとショート丈でお腹出しっぽい感じのやつになっております。なんかね、いやちょっとね、このチャックがあって、ま、なんかチャックが閉めてるよりここを開けた方がなんかスタイルがよく見えたんですよ。ここを開けてちょっと、あ、もうこれ下にねちゃんとインナー着てるんですけど、あのこれ開けた方がちょっとスタイルがよく見えたので、あの開けました。でも寒くてすぐ閉じた。今日ずっと外にいたからさ、あのもうくしゃみが止まらない。こんばんは。いや今日本当はもうちょっと、これもうちょっと袖あるものかと思ってきたんですけど、いつもは結構この辺まで袖ある服なんですけど、なんとなんかめちゃくちゃこの肩の骨が丸見えなぐらいの長袖の長さでびっくりした。でもね、このさ服着たらさ、もうさノースリーブ着れん、めっちゃ快適。でもねこれね、いやここもなんですよ、見てほしい。ここも開いとったんよ。それ知らんくてさ、それさ、このさ長さやと思っとったんですよ。だからここも開いてたっていう、横側も開いててほんまにびっくりした。もうそれは出とる、もう全部出とるって言われて、全部出てました私。なんかちょっともうちょっと細くならないと、このお腹のところがマジでもうこれ以上下がんないんですよ。これインナー見えていいインナーなんですけど、これ以上下がらないので、お腹横から見られた時にふとっと思われないようにしないといけないです。じゃーん、今日の私のコーデは上、これどこのブランドさんなんだろう、
どこのブランドさん、マウジーかな、エモダかな、マウジーかエモダな気がする。あ、マウジーですね。マウジーと下は GU で靴はナイキです。かわいいこの服、やばい本当に。ノースリーブももうダメかもしれん。それはもうタンクトップマンになるかもしれん。かわいい、なんか夏ならではの服装って感じでかわいい。今は今日はレッスンズボンな感じなんだけど、これにジーパンとかしたらめっちゃかわいくないですか。なんかめっちゃさ、本当にさ、そういうなんかレスリング、レスリングじゃない、なんていうの。ではありがとうございました。バイチャラポー、バイタリー、おやすみちゅー。